ラウタンっていうのは熱帯雨林のこう一番高い木の上で毎日巣を作って移動してるんですね。日本の会社が行って木を切ったっていうのは大きい木を切った。ということはオラウタンの住みかを奪っちゃうということですね。でそんな認識も何にもなかったんですけど、ジープで巡視行く時に道端のこう倒れた木の上に親子のオラウタンちょこんと座ってました。じっとこう見ていられる。見られてたような気がする。その眼差しがその何とも言えない目だったんですね。自分たちの住みかをこう奪ってなんだっていうそういう非難の目でもないし、なんかその愚かなものを見るような。